様のいらっしゃる部屋です。皆さん、心の準備はいいですか？うん。いつでもいいわよ。こちらも準備 OK だ。なんだかドキドキするわね。ピロピロピロ、コンディションオールグリーン、いつでもどうぞ。さあ、早く行こうぜ。わかりました。では。大天使様。フロン。大天使様、お気をつけくださいませ。こやつは悪魔を引き連れて天界を乗っ取りに来た反逆者でございます。出任せを言うな。お前こそ天界どころか全世界の支配を企んでおるではないか。黙れ悪魔め。ほう、君は悪魔なのか。ただの悪魔ではないぞ。魔界の王ラハール様だ。君がクリチェフスコイの一人息子か。なるほど。フロンよ。はい、大天使様。君は本当に彼らを引き、天界を乗っ取りに来たのかい？いいえ、私はただ大天使様にお聞きしたいことがあるだけです。聞きたいこと？はい、先日地球防衛軍による魔界侵略という事件がありました。幸い未遂に終わりましたが、事件の背後には天使様が関わっていました。お答えください。これは大天使様のご意志なのですか？大天使様、騙されてはいけませんぞ。こやつの申すことはすべて嘘でございます。天使が人間を利用して魔界を侵略するなどありえぬことでございます。いいえ、私はこの目で確かに見たのです。あれは間違いなく天使様でした。お前の目など当てになるものか。どうせ悪魔どもの仕業であろう。確かに彼らは好戦的かもしれません。ですが、意味もなく人を傷つけるようなことは決してしません。少なくともここにいる私の仲間たちはおかしなものだね、フロン。天界の住人であるお前が悪魔を仲間と呼び、彼らの味方をするのかい？大天使様、私はあなたの命令で魔界へ行き、そしてラハールさんたちと出会いました。彼ら悪魔は善人ではないかもしれません。いえ、どちらかというと身勝手で口が悪くてひねくれ者です。おい。でも彼らの心にもちゃんと愛や優しさがありました。大天使様、いつか私に話してくださいましたよね。世の中に絶対的な悪はない、悪魔にも愛はあると。私は魔界で彼らと共に行動し、大天使様のお言葉が正しかったことを確信しました。そして同時に思いました。実際には偏見に目を曇らせた天界の住人こそが間違っているのではないかと。うん、特にそこのブルカノってやつ。黙らっしゃい。フロン、魔界で多くのことを学んできたようだね。大天使様、お前の考えは正しいよ。大天使様、確かに今の天界の住人たちは偏見に目を曇らせてしまっている。自分たちと異なった生き方をする悪魔を理解しようとせず、いつの頃からか悪と呼ぶようになった。そして自分たちが絶対的な善で、悪魔たちが絶対的な悪という考えに取り憑かれてしまったのだ。
ブルカノの行動もそういった偏見に取りつかれ世界の未来を案じた結果のことなのだろう。これは私の責任でもある。大天使様、私が何も知らないと思ったのかい、ブルカノ。お前の行動は友人を通して全て聞いたよ。天使見習いフロン。はい。地球防衛軍の魔界侵略を阻止し、また天使長ブルカノの暴走を未然に防いだ功は大きい。しかし同じ天界の住人たる天使たちを傷つけた罪は重い。その罪は償ってもらわなければならない。はい、覚悟はできています。おい、ちょっと待て。なぜフロンが罰を受けなければならないのだ。そうだ、彼女は正しいことをしただけではないか。あんた、フロンちゃんに変なことしたらただじゃおかないわよ。いいんです、皆さん、こうなることは分かっていましたから。フロン。大天使様、天使見習いフロンの最後のお願いです。どうか彼らの罪は不問にしてください。彼らは私に巻き込まれただけなのです。何を言っているのだフロン。罰なんてクソくらいだ。お前は何も悪くないではないか。よかろう、彼らの罪は不問としよう。大天使様、感謝します。フロン。ラハールさん、ありがとうございました。あなたを信じたのは間違いではありませんでした。あなたは悪魔にも愛があることを私に教えてくれました。さっきから何をわけのわからぬことを言っている。俺もう用は済んだのであろう。一緒に魔界へ帰るぞ。ラハールさん、このペンダント受け取ってくれませんか。よせ。それはラハールさん。早く受け取れ。手が焼けるように熱いのだ。こうして天罰が下ったということは、俺様の心は横島らしいな。安心したぞ。それは、あの時のペンダントではないか。また俺。うわあ。お？おい、おかしいぞ。何も起こらんが。どういうことだ。そのペンダントをしても何も起こらないのは、ラハールさんから横島な心が消えたからですよ。な、そんなバカな。俺様は悪魔だぞ、魔王だぞ。よかった、これで安心してお別れできます。お別れってフロンちゃん。おい、どこへ行くつもりだ。さようなら、ラハールさん。立派な魔王様になってくださいね。さようなら、皆さん。今まで本当にありがとう。待て、フロン。さようなら。これで天使見習いフロンの存在は罪と共に消えた。フロン。おいフロン、何をしているのだ。誰がこんなことをしろと言った。お
前も母上と一緒なのか。俺様を置いていくのか。俺様は許可してないぞ。これがお前の言う愛なのか。こんなものが愛と言うなら、俺様は一生愛など認めないぞ。殿下。魔王ラハールよ、私が憎いかね。憎いかだと？よくそんなことが聞けたものだな。殺してやる、殺してやる。これは私自身への罰、甘んじて受けよう。それ。
は？散れ！散れ！祈れ。
はは、い、それ。お待ちなさい。中ボス？ああ、間に合いませんでしたか。罰せられるべきはこの私だったのに。何を言っている。大天使は死んで当然のやつではないか。心から信じていたフロンを殺したのだからな。大天使は彼女を殺すつもりなどなかったのですよ。彼は自らの罪を償うため、そしてあなたを試すために戦ったのです。俺様を試すだと？そう、あなたの心をね。あなたが大天使を殺さなければ彼女も生き返る予定でした。では俺様がフロンを殺してしまったというのか？俺様が。殿下。エトナ。殿下、後のことは頼んだぞ。殿下、今の俺様にできるのはこんなことぐらいだからな。
初めて頭を下げる。頼む、神でも仏でも誰でもいい、フロンを生き返らせてくれ。そのためならこの命くれてやる。目が凍る
女王様とお呼び、女王様と。新人プリニーさんが来ましたよ。あ、そう。じゃあ、便所掃除でもやらせといて。あれ？エトナさん、このプリニーさん、どこかで見たことありません？何言ってんの？プリニーなんてどれも一緒よ。でも、よく見てくださいよ。あの頭。